水素の可能性を握るもう一台の FCV、ヒョンデネスソー解説。日本でも見かける韓国の燃料電池車について理解を深めましょう。燃料電池車の新たな選択肢、2020年から東京エリアでプロモーションやカーシェアリングを展開している見慣れない FCV が存在する現代自動車が生産するヒョンデネスソー、ネッソーだ。ボディ形状は SUV タイプで、その車体後部には、フューエルセルというエンブレムを確認できる。FCV 燃料電池車は、20世紀後半から GM やダイムラーベンツを、はじめ多くの自動車メーカーが、市販化を目指して開発してきた。2002年に、ホンダ、トヨタが、相次いで FCV のリース販売を開始している。その後、トヨタは2014年に、セダンの 未来、2018年には、バスの、ソラ、ホンダは2016年に、セガンの、クラリティフューエルセルを発売。メルセデスベンツは、GLCF セルをリース方式で、日本に投入した。未来は2020年に2代目にフルモデルチェンジされ、クラリティは2021年末で生産を終えている。つまり、現在、日本で個人が、 FCV を純粋に購入しようとするなら未来しか選択肢はないことになる。そこで注目しておきたいのがネッソという可能性。2018年の CES でワールドプレミアされ、すでに欧米では販売されているヒョンデの世界戦略者である。意外にグラマーサイズはヒョンデネッソは日本では2022年1月末時点で未発売だが先頃開催された 東京オートサロン2022にも展示されていた。そのボディサイズは、全長が 4670mm、全幅が 1860mm、全高が 1640mm、ホイールベースは 2790mm、前述のプロモーションで配布されたカタログ値。日本で見かけるインポート、SUV としては、ボルボ XC60。 4,690,900,660mm。ホイールベースは 2,865mm に近いサイズで、東京の街中でも取り回しに苦労することはないだろう。ボディタイプは、いわゆる SUV に属するが、なだらかなルーフ形状や少し抜かせたリアウィンドウなど、クーペ SUV 風な佇まいも見せている。なかなかスタイリッシュな雰囲気で、前傾した。 ショルダーラインとボンネットのパワードームによりグラマラスで力強いフォルムが特徴だ。水素重点口は車体の左後ろに位置。ちなみに車両重量は 1870kg だ。未来道等航続可能距離 820km。ヒョンデも21世紀初め頃から FCV の開発を進めており、2013年にはトゥーソンをベースにした。 FCV を発売した。ダガネッソは FCV 専用モデルだ。FC 燃料電池スタックの形式は水素燃料電池で、種類は固体高分子型燃料電池。これを432個直列に接続し、最高出力は 95kW129PS を発生する。燃料となる水素のタンクは3本搭載し、 総容積は156.6リットル。交渉の使用圧力は70ンパとされ、FC のシステムはフロントのボンネット内に搭載される FC が発電した電力を最高出力4 0ット、容量1 5 6アワーのリチウムイオンバッテリーに充電し、その電力で永久磁石型同期モーターが前輪を駆動する。モーターの最高出力は1 2 0ット。 百六十三 p s PS 最大トルクは三百九十五ナノメートル四十点三キログラム m, m 燃料百パーセント重点基準での走行可能距離は八百二十キロメートルとされているつまり理論上は東京から広島市まで一重点で行くことが可能だちなみにトヨタミライは八百五十キロメートルだ日本を走るネスソのハンドル位置は右で P R, N, D のシフターはボダン式。パーキングブレーキも電動タイプだ。なお、ネッソの最高速度は時速 179km とアナウンスされている。また、オートカルで撮影した車両は、ハンコックのベンタス S1 エボ245、45、R19 を履いていた。内装とパッケージについて、ネッソのインテリアでは、 センタークラスターと一体化したブリッジタイプのセンターコンソールが特徴的だ。そのセンターコンソール髪型にスイッチ式のシフトセレクターが備わる。メーターパネルは7インチの全面液晶モニターで、その左側のセンターダッシュ中央には12.3インチのマルチメディアスクリーンが備わっている。インテリアはレザーフリーで大半の素材は バイオプラスティックを採用。ネッソの室内寸法は、長さが 1923mm、幅が 1530mm、高さが 1228mm、乗車定員は5名。日本車では、トヨタハリヤーの室内寸法を、1880、1520、1215mm より、 全体的にわずかに広いといった空間だ。ラゲッジルームの長さは 1031mm、高さは 800mm、幅は最小1024最大 1350mm、容量は部画で461リットル。ラゲッジルームの床下に3本の水素燃料タンクや駆動用のバッテリーを搭載しながら、これだけのスペースを確保しているのは、 大したものと言えるだろう。SUV とセダンという違いはあるが、未来のトランク容量は254から321リットル、グレードによるとなっている。おさらい燃料電池とは、ヒョンデネスソの解説を終える前に、燃料電池についておさらいしておこう。燃料電池とは、電気化学反応によって、燃料の化学エネルギーから発電する電池のことだ。その燃料には、水素や、 酸化水素、アルコールなどが用いられるが、自動車用は水素を燃料とするものがほとんど、燃料の水素と空気中の酸素を、化学反応させて発電するのだが、そのシステムは、簡単に言えば、水の電気分解、水に電気を通して、酸素と水素を作るの逆となる。この原理は19世紀初めに考案されているのだが、1960年代に NASA が、 有人宇宙飛行計画で採用したことから有名になった。その燃料電池で発電した電気を駆動用バッテリーに蓄え、モーターで駆動して走るのが燃料電池自動車フューエルセルビヒクル FCV だ。つまり FCV は電動車の一種にあたるヒョンデネッソスペック車両価格全長全幅全高4670860 1640mm ホイールベース 2790mm 車両重量 1870kg パワーユニット種類永久磁石式動機型モーター最高出力モーター 163PS 最大トルクモーター 40.3kgM 最高速度時速 179km 駆動用バッテリー リチウムイオンポリマーバッテリー駆動方式 FF 航続可能距離 820km 水素タンク容量156.6リットル最小回転半径5.68メートル最低地上高 162mm 乗車定員5名